なたも来ていたのね。あなたもそうなのね。ここで起きたこと、今でも信じられないの。あなたにとっては、ここに来てすぐの出来事だったわね。フェアリオタウンは、とてもいい街だった。みんな温かくて、優しかった。私がハルファに来た時に、ポットの扉が動作不良を起こして、出られなくなってしまったの。そこで助けてくれたのが、エアリオタウンのアークスたちだったわ。たくさんの人たちが集まってきて、みんなで扉を開けてくれたの。その後は、あなたがここに来た時と一緒。みんなで私のことを歓迎してくれた。本当に、嬉しそうにしていたわ。新しい仲間が来たことに。それから、この世界のことを熱心に教えてくれた。みんな強くて、少し大きいくらいのドールズなんて相手じゃなかった。ガロアは本当に強くて、大型のドールズを一人で何体も倒していたわ。あの大きな武器を、一振りしてね。だから、あんなことになるなんて。ごめんなさい。あなただって同じはずなのに。人前では弱気にならないつもりでいるのに。やっぱり、あなたの前だとダメね。少しだけ一人にしてもらえるかしら。落ち着いたらセントラルシティに戻るから。あれ、どうしたの？そうなんだ。ありがとう。私も、時々来てるんだ。お父さんに、いろいろと報告しているの。この前こんなことがあったよ、とか、今度こういうことをしようと思ってるんだ、とか。お墓の手入れをしながらそうやってお話ししてると、だんだん心が落ち着いてくるんだ。そして、昔のことを思い出すの。一人でグライドの練習をしてて、高い木に引っかかって降りられなくなった日のこと。テイムズを追いかけて気づいたら迷子になってた日のこと。その度にお父さんがすっ飛んできて、すごい剣幕で怒られた。誰も見てないところで危ないことをするんじゃないって。そんな私とお父さんの間に町のみんなが割って入ってきて、心配したり励ましたり、お父さんに文句を言ったりして。昔は、そういうのは特別扱いされてるみたいで嫌だった。でも今は、本当に私のことを大切に思ってくれてたんだなってわかる。はぁ。みんなに、お父さんに会えないのは、寂しい。
丈夫だよ。お父さんたちが繋いでくれた命、大切にしないといけないね。それじゃあ、今日の報告をしておこうかな。君も一緒にいい？と来ることができたわ。今まで来られなくてごめんなさい。エアリオタウンのみんな、ガロア、ここのことは前から知っていたの。でもあなたたちがこれを作ろうとしていた時、アイナからの通信に出ることができなかった。現実と向き合うことが怖かったんだわ。今もまっすぐには向き合えていない気がするのだけれど、ガロアからは日頃からアイナのことを頼むとよく言われていたわ。当時の彼にとってはあまり深い意味はなかったのかもしれない。エアリオタウンの中でアイナと年の頃が近いのは私だったから、姉のように仲良くしてほしいということだったのかも。けれど今はその言葉がとても重い。アイナのことを託された、そう感じるの。ありがとう。そう言ってもらえると心強いわ。アイナは戦いの中ですごく強くなったわ。心も体も。悲しみを乗り越えてどんどん前に進もうとしている。だから私も前を向かなくてはいけない。アイナのためにも未熟な自分を乗り越えなくてはいけない。そのためにここに来たの。ガロア、みんな、そしてあなたにも誓うわ。アイナのことは何があっても守ってみせる。それが私が彼らにできる唯一のことだから。あれ？君、どうしたの？こんなところで。私は野菜や果物を集めに来てたんだけど、このポット、まだ残ってたんだね。ポットのパーツは貴重らしくて、すぐに回収されちゃうんだけど。ここから、すべてが始まったんだよね。なんだかちょっと懐かしいよね。そんなに経ってないはずなのに、すごく昔のことみたいに思える。君がこのポットで空から落ちてきて、
ダークファルスが攻めてきて、エアリオタウンが。私ね、あれから何度も考えるんだ。私は今の自分をどう思っているのかなって。辛いこともたくさんあったけど、それと同じぐらい楽しい思い出もいっぱいあって。君やマノンと一緒にいろんなことが経験できた。アークスとしてだって少しは成長できたんじゃないかって。まあ、お父さんがいたらまだまだだって言われそうだけど。でも、この調子で経験を積んでいけば、いつか必ず一人前のアークスになれるっていう気がする。だからね、ありがとう。今の私がこうしていられるのは、君とマノンのおかげだよ。こんなこと直接君に言うのは、ちょっと恥ずかしいんだけどさ、伝えておきたいなって思ってたんだ。これからもよろしくね。いやあ、ちょうどいいところに、リデムリージョンについての調査資料がまとまったところなんだ。君の戦いに役立つかはわからないが、よければ見ていってくれないかな。よし、それじゃあ説明しよう。まずはリデムの環境について。リデムは見てわかる通り、砂に覆われたリージョンだ。昼と夜の温度差が大きく、雨もほとんど降らない。生き物の生育にはかなり厳しい場所と言えるね。でも実際にはその環境に適応して多くの生物が生息している。エネミーも含めてそうした部分の調査はこれから進めていくつもりだ。しかしボーダーブリッジと呼ばれる橋を隔てて、二つのリージョンの環境がこれだけ大きく変わるのは不思議だね。そのあたりも人を割いて調べたいんだけど、まずは戦いや生活に関する事柄が優先かな。不思議といえば、リテムリージョンに入ってすぐの砂岩山道も不思議な場所だね。あそこは電磁場と重力場に異常が起きている。重い岩などが浮かび上がっているのが見られると思うよ。デグレブという円柱状の構造物がその要因のようだけど、これも未解明な部分が多い。と、この話は長くなりそうだから、別の機会に。次に、リテムの住人についても話しておこう。リテムは砂漠という過酷な環境もさることながら、常にドールズの脅威にさらされてきた場所でもある。先日のネクスエアリオの襲撃は僕たちにとって大きな危機だった。でもリテムではそれが日常。多くの犠牲を払いながら自分たちの町を死守している。そんな状況だから彼らは強さというものを何よりも重んじている。強い者が弱い者を守り、導くというのが彼らの基本的な考え方みたいだね。エアリオとリテムはそれぞれの事情でこれまでほとんど交流ができていなかった。文化が大きく異なるから打ち解けるのにも時間がかかると思う。そうした状況の中でも力を示すことができれば、彼らは君を認めてくれるだろう。積極的に行動し続けることで、
リテムワークスたちの信頼を得られるようにしてほしい。とまあ、リテムの基本的な情報はこんなところかな。次は、君が実際に体験したことを聞かせてくれると嬉しい。土産話を待っているよ。こんなところで君に会うとは。もし時間があれば少し話せるだろうか。ありがとう。新人アークスの指導をしていてな。彼らがトレイニアを踏破するまで少し待ち時間ができたのだ。早速だが本題に入ろう。最近マノンはどうしているだろうか。君も気づいているかもしれないが、マノンにはどこか影がある。彼女は優秀なアークスだが、その側面が悪い方向に作用しないかが気になってな。マノンの憂いの原因が何であるかはわからない。自分から言い出さないのであればこちらから詮索するべきではないだろう。しかし迷いやためらいは戦いの勘を鈍らせる。時には間違った選択をする引き金にもなり得る。そこで生じたミスが個人だけでなく周りに影響を及ぼすこともな。これは戦いの中で得た私の経験則だ。アイナは自らの過去とまっすぐ向き合い、それを乗り越えようとしている。一方でマノンは自身の悩みを抑え込もうとしているように見える。そういう類のものは得てしてどこかで爆発するものだ。もしもマノンが助けを求めるならば、君たちがまず受け止めてやってほしい。いつも一緒にいる君たちならば、小さな変化にも気づけるだろう。チームとは、単に力を合わせるだけではない。心をも通わせてこそ、真のチームたり得る。それを覚えておいてほしい。はぁ、なんだか説教臭くなってしまったな。さて、そろそろ彼らがトレイニアから出てくる頃だな。引き止めておいてすまないが、この辺りにしておこう。話を聞いてくれてありがとう。マノンのこと、よろしく頼む。